究極のカードバトルエンターテインメント、それがバトスティエクストリームゲーム。バトスティエクストリームゲーム特別編開幕。エイジストーナメントではエイジス6名がバトルを行う。使用するデッキは全てのカード範囲の中から公式ルールにのっとりデッキを構築。トーナメントの対戦順は事前のくじ引きで決定。行動王決定戦ではガーディアン3名が自分の色の行動デッキを使用したリーグ戦を行う。エイジストーナメント優勝者と行動王決定戦優勝者同士で決勝戦を行う。果たしてどんなバトルが繰り広げられるのか。エイジストーナメント第2試合はエイジス6トキヨリトモ VS エイジス4岩沢俊樹。今日使うデッキは、シリューを主軸にした芝と創造のグランウォーカーブラフマーを使ったネクサスビートデッキです。今回、新たに登場したグランフォーゼができるネクサスなのにスピリット状態にできる、効果を受けない破壊されないスピリットということで、しかも2コスタイっていう低速ビートもできますし、今回から新しく登場したサーガブレイブ、これが、グランウォーカーにブレイブができる、ブレイブとなっております。これをグランウォーカーネクサスにつけて破壊されないのにダブルシンボルで連続アタックができる、この軍団を用意しました。僕キングの一番弟子なんですね。誰がキングの背中を守るにふさわしいかっていうことを証明したいと思います。対する岩沢は、こちらグランウォーカーアルテミスを使った、機銃ベースのデッキとなっております。自分の中でオリジナリティを出そうかなと思いまして、こちらゴッドシーカースティールメイディン005シビラというこちら鬼人のカードなんですけど、怪盗化身だったら何でも回収できるので、普通に鬼獣のカードも回収できるのと、あと怪盗を持つブレイブカードも回収できるので、こちら鋼鉄魔人ですね、こちらも同時に手札に入れられるので、トラナイトガルムやこうライトニングキルネイヤーでもうガンガンブレイブしてアタックしていこうというコンセプトになっておりますね。今日スピードを上げた感じのデッキになっております。エイジス最年長ということもあって、バトルスピリッツおじさんの力、バトージの力見せちゃおうと思います。共に初バトルの2人、果たして勝つのはどっちだ。先攻エイジス4岩沢俊樹、後攻エイジス6時頼朝。ゲートオープン開放、よろしくお願いいたします。それでは先行いただきます、はい、さあ初バトルのお二人ですよね、そうですね、前回実況解説席に来てくれた岩沢くんと、うん、H6 時頼朝くんということで、はい、鋼鉄魔人のアクセルを使用します。鋼鉄魔人、鋼鉄魔人を使用しました。自分のデッキの上から3枚カードの内容を見ます、はい、それらのカード1枚ずつを好きなようにデッキの上か下に戻します。内容見て上か下、上に戻せますから。こちらの2枚が下で、うん、こちら上に1枚が上で、2枚が下、2枚下、はい、1枚上に戻しました。バーストセット、バーストセット、はい、します。ダックステップないので、これでターン終了です。はい、ではこちらターンいただきます。スタートステップ、佐藤さんのターン、フォアステップ、ドローステップ、はい。シリはどういうところから動けるのが強いですかね。ネクサス、ああこれからですね。持ってました。ここから動けるかどうかで大きく変わりますからね。なるほど。芝を配置して、はい、3枚上から、さあコアチャージをフラッシュに置きます。はい、して3枚フラッシュに置きます。これで内容も分かりますね。ああとそれは欲しかったな、芝の破壊神殿。あっと2枚出ちゃった。対象カード1つで芝に1コアチャージします。はい、ムトゥドラゴンから3コスト、はい、1経験2コストでムトゥドラゴン、これ2ドローも可能ですね、召喚します、はい、ムトゥドラゴンを召喚しました。召喚、された時に、破壊のグランウォーカー芝、対象カードをコーチャージします、はい、ムトゥドラゴンの召喚時効果を使います、はい、まず、自分の手札1枚を裏向きで、手元に置くことでデッキから1枚ドロス、さらに、自分の紫一色のグランウォーカーネクサスの子は1個をボイドに置くことで1枚ドローします。なので計2枚ドローします、はい、1枚2枚、はい、
同時に2枚バサスを、はい、ネメアレオ、ネメアレオ、ネメアレオ00、相手のスピリットアルティメット遺体をデッキの下に戻します、はい、この効果発揮後このカードをコストを支払わずに召喚する、または2コストを支払うことで、このカードをセットするということなんですが、ネメアレオのバスの効果でデッキの下に、はい、ここを戻すかな、はい、ムートドラゴン、どうでしょう、破棄する、除外するのか、系統資料を持つ自分のスピリットが相手の効果でフィールドを離れるとき、はい、自分の手元にある裏向きのカードを好きなだけゲームから除外することで、除外したカード1枚につきそのスピリット1体を同じ状態でフィールドに残します、はい、で手元に置いた、こちらのカード、はい、奇跡の流玉使いバトレ、これを除外します、はい、バーストを設定、バーストセット、はい、これでアタックステップ入って、アタックステップ何もせずターン終了です、はい、こちらの歌いただきます。スタートステップ、コステップ、ドロステップ、アルテミスが欲しいですね。うん、ではグランドロドラゴン、グランドロドラゴン、さあグランドロドラゴン召喚しました、はい、召喚時、ね、自分のデッキを上から3枚オープンできる、その中のグランウォーカーネクサスカード1枚を手札に加えます。基準にこれが入ってるの珍しいですね、はい、さあ3枚、そうですね、基準に、まあ、どうしてもアルテミスを引きたかったので、そういうことですね、デッキの好きな順番でデッキの下に戻します。アルテミスはないので、この順番で、敵の下に戻します。これは当然もう一度同じ効果発揮しますね、この効果発揮を1コスト支払うことで、この効果をもう一度使用します。はい、1コスト使って3枚、再び上から3枚をします。はい、ケルヌイヤー、アルテミックシールド、3枚、アルテミックシールド、対象カードはなかったんですが、アルテミックシールドが、白の効果でデッキからオープンされたかトラッシュに置かれたこのカードは手札に加えられます。はい、なのでアルテミックシールド手札に加えて、こちら2枚はこの順番でデッキの下に戻します。はい、召喚時効果使ったので、バスト、召喚時でバスト、ダークストーンズ、境属神ファラオム、なんか一つ早かったような気もしますね、ちょっと引きつけてもよかったかなという、コストはせっかく守ったムートドラゴン、はい、これで消滅してしまいますから、召喚後このスピリットの召喚時降臨時効果を持つ相手のスピリット1体を破壊し、相手のターンならそのターンを終了させます。では、はい、召喚時効果持っているグラン、ロードラゴン、グランドラゴン、はい、お願いします。ではファラゴの効果で、短終了なので、短終了です、はい、スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、4コスト、1軽減3コストで大神剣アラマンディを、芝にダイレクトブレイクする形で召喚します、はい、対象のカードが出たので芝にコアチャージします、はい、それではアタックステップに入ります。アタックステップ入りました、はい、ファラオムでアタックします、ね、フラッシュはありません、ではこちらフラッシュいただいて、はい、このネクサスのコア2個をボイドに行く、はい、このターンの間このネクサスはレベル 1-2BP3000 のスピリットとしても扱い、グランウォーカーネクサス以外では破壊されない、はい、なのでスピリット状態します、はい、BP 負けしても破壊されな されないフラッシュはありません、何をもっても破壊できないというありません。足早いですね。いや早いですね。やっぱりその芝からスタートできたっていうところが大きいんですかね。そうですね、うん、ライフで受ける、ここはライフで受けたと、これはちょっと失敗じゃないかな、芝でアタック、さあアタック、大神剣アラマンディの効果、さあアタック時効果ですね、このスピリットのアタック時 BP1 万以下の相手のスピリットアルティメット1体を破壊します、はい、ので、ネメアレを破壊しまして、はい、さらに自分はデッキから1枚ドローします。はい、フラッシュはありません。こちらもフラッシュありません。はい、ではライフいきます。残り2点になった。では、これでアタックステップ終了で、エンドステップターン終了で、はい、芝ネクサスに取ります、はい。好調なスタートの時、宣言通りのグランウォーカーネクサスビートで岩沢を追い詰める。一方の岩沢は。では、世界よりグランロドラ、グランロードドラゴンを召喚します。さあグランロードドラゴンを召喚、はい、これでいけるか、このスピリットを召喚、さすがにめくれるでしょ、さすがに、さあ1枚ミッドナイト3枚、2枚、3枚、まだ見える深いな、世界妖竜グランロードドラゴンの効果でアルテミスを手札に加えようとするもなかなか引けず、さらに1コスト支払うことで、はい、もう一度同じ効果です、さらに3枚、さすがに鋼鉄魔人、鋼鉄魔人、まだ見えない、まだ見えない、気がないな、はい、もう一度効果を発揮するも引けず、迎えた18ターン目、
ない。それではライフで受けます。いきますか。ありがとうございました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 。いいバトルでした。エイジ6トキヨリトモ勝利。エイジストーナメント準決勝第一試合はエイジス1バトリショーゴ VS エイジス2大村亮。初戦で見事勝利した大村を迎え撃つバトリショーゴは、今日僕が使うのはスピリット武装デッキです。スピリット軸の武装デッキなんですけど、前までゴッド軽減を活かせるのがバガトムぐらいしかいなくて、今までこう他のそのアルティメット武装のデッキのカードとかを入れてそこをちょっと補う必要があったんですけど、新カードアラマンディが来てくれたおかげで、あのこれをバローネ様につけるとなんと白シンボル2つとか緑シンボルになったりするので、まあ、ラグナロックとかイグドラシルが、まあ、早ければここ2ターン目で出てきちゃう。2ターン目で、はい、なんでそこでもう勝負が決まってしまうこともかなりあります。まあ、エイジス1ですからね、言うてもエイジス1ですから負けるわけにはいきません。果たして勝利はどちらの手に。先攻エイジス2大村亮、後攻エイジス1バトリショーゴ。ゲートオープン開放。では先攻もらいます。はい、さあ準決勝、はい、やってまいりましたね。シードのバトリさん。そうですね、うん、では松田貴人にコスト。さあ今回もしっかり、はい、松田貴人から引いてきますね、はい、さあこちらじ3枚目食レポートグラニー、さあファイナルエディション、ファイナルエディションだ、対象カードグラニーなので1個、さあまずグラニー対象で1個、はい、ファイナルエディションの効果で松田貴人の効果でトラッシュに置かれたこのカードは手札に加えられる、はい、そうした時ボイドからコア1個を自分のグランウォーカーネクサスに置きます、はい、ここにさあ手札に加えてさらにコアを1個置きました。で残ったカードを外します。軽減なしにコストで松田貴人の1枚、なるほど、赤のシンボルを確保したいターンへところですね、はい、であとはコアドロー。さあ一方のバトリ君は武装ということで、さあ武装デッキ、しかもこれスピリット型ですね。はい、コアチャージはしません、はい、その後3コスト大神剣アラマンディ。アラマンディもこの動きは強い、はい、でここでターン終了で、はい、ではスタートステップ、コアステップ、ドローステップ、では1軽減。お、今度ギルモン引いてるぞ。さあギルモン、あ、ギルモン引いてました。レベル2で消化しました。はい、では、対象カードが出たのでそれぞれコアチャージ。まずコアチャージから、で、召喚時効果で、自分のデッキからまず5枚オーバー。5枚というのはやっぱ破格ですよね。ギルモンからギルモン2枚、メガラグラモン3枚、うん、あいつの大切なもの、オベンリグ、ウィザードボール、では、その中の、ケトメツリを持つスピリットで、まあ、やはりデュークモン降臨するということで白鳥豪壁ではなくウリザードールを採用しますね。そういうのを使っているから残りですね。しっかりデジモンのウリザードボールですけども、やはりコラボが好きということでコラボマスターですから、ね、さすが。さあ残りをデッキの下に戻しました。さあまたギルモンが入りました ね2回サーチ。ではアタックステップに入って何もせずターン終了です。あ、何もせずスタート。ドロバーストをセット、はい、このままアタックステップ何もせずターンエンド、はい、スタートステップ、コアステップ、おっとでは、まあ、当然ここはギルモン1コストで、はい、ギルモンもレベル2でしょうか、召喚時にまずコアチャージから、はい、で召喚時効果で5枚オープンします。はい、グラウモン、マグネティック、マグネティックフレームは自身の効果で手札に入りますよね。メガロクラ、はい、ではグラウモン、熱流はグラウモン、そうですね、手札順番的には成熟期から手札に入れたい、うん、でマグネティックフレームも、赤の効果でオープンされたので手札に、はい、手札に加えました。で残ったカードは、じゃあ順番で、はい、デッキの下で
さあ召喚時と手札増加。召喚時に、手札増えた時のバーストがあれば、大丈夫です。大丈夫、はい、なるほど、フェンリングではないですか、ね、アタックステップに入ります。アタックステップ開始、では、アタックステップ開始時レベル23、進化赤、はい、このスピリットを手札に戻すことで、手札にある系統、成熟期を持つ赤のスピリットカード1枚をコストを支払わずに、召喚します、はい、手札の、グラウモンを、ギルモン手札に戻してコストを支払わずに、レベル3で召喚します、はい、うん、さあ召喚で、赤のスピリット、成熟期が出たので、もう5つ乗ってますね、片方が。さあ召喚、早いですね、早いですね。でアタックステップ何もせずターン終了、なかった、はい、スタート。さあ渡さんのターン、ファーステップ、ドローステップ、ではアタックステップこのまま何もせずターン終了。なるほど、はい、ちょっと厳しそうだ、コーステップ、ドローステップ、でバーストバーストセット、バーストセット、ではギルモンを、はい、さあギルモン召喚、12でしょうか。さあ召喚したので、さらにこちら時間、こちら時間、召喚時効果発揮は、します、はい、5枚お願いします。さあ召喚時効果で、おっと5枚オープン、大切なもの、フェンリグ、ギルモン、ブラにめくれないな、なかなか。じゃあ、デュークモンを手札に加えるので、デュークモンを、はい、手札に加えて、残りをデッキの下に決めるまでデッキの下に、はい、ここですね、はい、戻します。結構ギルモン使ってますけど、グラに見えないですね。そうですね、うん、バスパは大丈夫です、はい、かしこまりました。バスはない。そしてメガログラウモンもひょっとしたらまだ来てないのかな。お、いた、なるほど、直につけていた。ということはデュークモンの降臨先がなかったってことですね。なるほど、なるほど。で、キリュウのブレイブ対象カードなので、さあ対象が召喚されてコーチャージ、はい、お、これはということは一気に決めに来たぞ。ではメインで降臨します。さあ降臨、降臨してきました。では、デュークモン対象なのでコーチャージ。さあこれでコーチャージコアが増えて、どちらの高田の上にも5個以上に、はい、アタックステップに入ります、はい、アタックステップ、デュークモンでブレイブアタックします。で、グラニのアタック時効果で、相手のデッキの上から1枚を破棄します。はい、デッキを1枚ラグナロク、はい、あ、これはちょっと痛いかもしれない。同じ系統のスピリットを破壊するという効果があります。この1枚めくりはひょっとしたら少なからずダメージを与えた可能性があります。惜しいところだったかもしれないですね。グラフィールド、はい、自分のアタックステップ、ターンに1回、このネクサスの子は5個をアタックしているカード名デュークモンを含むスピリットに置くことで、はい、相手のライフの子は2個までリザーブに置くなんで、はい、2個選択してリザーブに置きます。さあ2個選択して、なぜここは乗せました、デュークモンに置きました、乗りましたね、モリモリ。この効果ほんと強いな。いやー、はい、一気にここはでフラッシュ、これは現象時バーストはなかった、フラッシュ、フラッシュ行ってなくてフラッシュ2コスト、アクセル、はい、なるほど、ピアン保険、ミッドナイト、回収はさせないと、こちらを手札、では手札からもう一枚持っていた、持ってた、これはこれは持っていたとは、こちらを手札で収めていきます、はい、でそれぞれコアチャージ。さあこれ返せるカードもあるのか。松田隆人のグランスキル、もう一人の王の効果で5点乗せて2点リザーブに、はい、ライフを2つ減らして、ではここを乗せます。隆人の1、2、3、4、持ってきました。これで10コアブ、こちらフラッシュはございません。さあフラッシュはない、こちらもありません。このアタックで一気に2コア、ありがとうございました。ファイのアタックです、1コア、マジか。さあお二人お疲れ様です。はい、ありがとうございました。いや大村さん調子いいですね。最高の手札でびっくりしました、いやこれはなんか泣きそうでした、半分、理想の展開でしたね、これね。ありがとうございます。はい、そしてバトリさん、はい、いやちょっと初め良かったんですけどねそうですね、うん、はい、初めは良かったんですけど、まあちょっとラグナロックが来てフェンリグが来たんですけど、そのまま出してもただやられるだけだったのでちょっと辛かったですね。さあということでございまして、大村さんが決勝進出、はい、頑張ってください。頑張ります、ありがとうございます。おめでとうございます。エイジス2大村亮見事勝利。続いて行動王決定戦第2試合、白のガーディアンシュクリ VS 赤のガーディアン新井良平。まあやっぱ赤
なんで赤の冒頭カードのアークエイジアドラゴンですね。この効果、僕今回のデッキは、ほぼ行動なんですよ。40枚中37枚が行動なんで、みんなが持ってる星読みって効果がヒットするんですよ。アタック時の星読みで1枚オープン、それが行動だったらもうワンドローっていう、もうほぼほぼ確実で2枚手札に加えることができるという、アドバンテージを持ったカードが出ましたので、積極的にアタックをしてドローをして、サジタリアスドラゴンですね、降臨をして、降臨時でコアを戻し、そしてこのサジットブルームの方につなげて、赤で赤で赤につなげるというね。もちろん行動はね、前職のねフレームのカードもあるんですけども、今回なるべく赤で勝ちたいと思ってます。これ全く個人的な意見、話なんですけど、皆さんご存知、ドラウタウラスなどもね再録されてイラスト変わったんですよ。で、まあみんなね、使っているこのセフィロシップも変わったんですよ、この中でひときわ目を引くね、このバージニアちゃんが超かわいいこれはね、絶対見せていこうと思いますね。なので僕のこのデッキは赤行動だけど、バージニアちゃんに捧げる赤の行動デッキ、これで勝つ。白目、おや、おや、現れました。こんなところであるとは。ここで負ければ敗退決定、後がないシュクリ。果たして勝負の行方は。先攻白のガーディアンシュクリ、後攻赤のガーディアン新井良平。ゲートオープン、開放。よろしくお願いします。キャラ入れてますね、先攻で2人ともキャラは入れてる。さあ、シュクリの先攻ということで、はい、では、グラウォーカーダウンは1。ちょっと今度はダンに愛されてる。では、コアチャージ3枚。コアチャージで3枚、1枚、2枚、そうではクレムリア3枚、うん、コード持ってますが、対象のスピリットは1ですね。さあ、対象は1枚なので、それでいって、さあ、ダンとクレムリアは回収、とコードを持つカードですが、クロードジェミニはトラッシュにある間は一切効果を受けないので、はい、こちら2枚がダン効果で手札に全て加えられます。どうぞ。グラフォーカーリリアを配置。リリア、リリア、リリア、ではコアチャージ相当入ってます、はい、さあ、さらにコアチャージで3枚出します。さあ、対象は2枚ですね。対象2枚なので2個、ピエージェと赤エリスのカードで、トラッシュ、こちらは全部トラッシュ。それではこれでターン終了です、はい、ではこちらターン、コアステップ、ドローステップ。さあ、こちらはグラモカダン引けてるかどうか。さあ、大事なのるのか。レイセップ2コストで、こちらも引いている。グラモカダン、ではコアチャージ、お互いダンダンスタート1枚、バージニア、クローズドジェミニ、両方ともクローズドジェミニ、大事にキャンサーなので、この中だと行動を持っているバージニアがコアチャージ対象ですので、1枚で1個、はい、そしてクローズドジェミニはトラッシュにあるので効果を受けません。そして系統行動もその2枚が手札に入ります。はい、はい、では、ゴッド軽減1個ありますので、バージニア、新井君大好きな鉱石バージニア、はい、そのバージニアの話しますから、ね、そうなんですよ、バージニアの話だけで飯が3杯食えるってすごいですね。グラウォーカーダンにコアチャージ、さあ、召喚でコアチャージ、召喚時で3枚、3枚を分、かわいい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 。で、この中ですと変化付きのスコルビウム解除します。おや、そして残ったカードは好きな順番でデッキの上に戻すことができるので、さあ、スコルビウムの手札に加えて、残りを上か下か、バージニアを上にして、まあ、この順番で、順番でしょうね。なるほど、デッキの上に戻します。デッキの上に戻しました。そしてバースをセットして、何をセットしたんですかね、バースをセットして、バースをセットしましたよ、バースをセットして、何ルビウムなんだろうあれ、鉱石、さあ、バージニアでアタック、バージニアでアタックしました、早い、もうフラッシュない、こちらもないです、さあ、フラッシュない、態度、ではこちらコア、ドロ、そうですね、あとはお互いキーカード、行動送信アポロンを配置、はい、けるかどうか、おっと、これは新しいカードだ、行動送信アポロン2枚、さあ、こちらで3枚いってほしい、グランスキル3、フラッシュ、お互いのアタックステップですが、このネクサスの子は3個をボイドに置く、 PP8000 以下の相手スピリットアルティメット1体を破壊することで自分はデッキから1枚ドローするということで、赤のねアポロンの効果と似てますね。でレベル2グランフィールドは、自分のアタックステップ系統カイト化身行動を持つ本来のコストが6以上の自分のスピリットがブロックされた時、そのスピリットを回復させると、
キャンサードラゴンを召喚。はい。ではコアチャージ。さあこのキャンサードラゴンですが、相手によるこのスピリットの破壊時星読みできます。自分のデッキを上から1枚オープンできる。そのカードが系統行動を持つとき手札に加える。それ以外はデッキの下に戻す。手札に加えたときこのスピリットは疲労状態でフィールドに残ると。12星槍ゾディアックランサーを召喚。はい。さあこれは新しいブレイブですね。12星槍ゾディアックランサー、グランウォーカーネクサスにブレイブしているので、系統行動を持つ自分のスピリットすべてをエンドステップで回復させる効果があります。回復させる。ではアタックステップ、どうぞ。キャンサードラゴンでアタック。はい。さあキャンサードラゴンアタックしました。4000。バーストはありますか？誘ってますね。シクリが誘うというより煽ってますね。煽ってますさあこのないです。お、乗らない。フラッシュはないです。フラッシュもない。ないです。出さない。ではそのアタックはライフで。はい。ライフで出さないのか。違う。それでは、アタックステップ終了して自分のエンドステップ、ゾディアックランサーの、ネクサスブレイブ中の効果、グランフィールドで、行動すべては回復します。さあエンドステップ、ゾディアックランサーの効果で、はい、こちらのターンスタートステップ、行動のスピリットを回復させました。ドローステップ。では、2コストでセフィロシープ召喚します。はい。召喚をして、コアチャージ。さあそしてセフィロシープの召喚時効果でこのスピリットと系統行動、このスピリットと系統行動を持つ自分のスピリット1個と置きます。では2コスト。バージニア。バージニア。はい。行動なのでコアチャージ。そして召喚時効果、デッキの上から3枚。召喚時で3枚。2枚。3枚。ほう。さあ行動この中の馬神団1枚とカードで、今回の新井さんのキーカードはこのサジットゴルムノアと言っていいでしょうかね。うん、1枚でアポロを加えて、はい、あとは上か下か、上か下かにお悩みということは欲しかったからですからね。ちょっとしかし欲しかったけど、これはもっと欲しいカードがある。上に行きましょう。お、上アポローンを優先しましたね。でこれで落としていくということで、アポローン。さあ1コストで実施してコアチャージ。上から2枚は先ほど戻したサジットブルームのバーとコアチャージで3枚目。はい、これがいきますと。ではアタックステップに入ってアタックせずにターンエンド。さあ、はい、ではこちらのターン、リリアのコアが乗っかる前にどんどんアタックしてもいいかなと思ったんですけど、ドロー。ではグランウォーカー弾を配置。グランウォーカー弾を2枚目を配置して、手札入ってましたからね。セフィロシープを召喚。セフィロシープ召喚、はい、まずはコアチャージ、はい、コアチャージから相手にスコアダウン。そして、セフィロシープ召喚時効果、はい、ボイドからコア1個をこいつに置いて、はい、こいつ以外の行動に置きました。大神剣アラマンディを召喚。アラマンディを召喚して、はい、リギアにダイレクトブレイブする形で召喚。それではアタックステップ、はい、キャンサードラゴンでアタック。さあキャンサードラゴンでアタック。アタック後のバーストを開きます。アタック後のバースト、はい、ではスコルビウム。さあ来ましたスコルビウム。相手のスピリットアルティメイトのアタック後バーストで、相手のグランウォーカーネクサス1つのコア全てをボイドに置くので、リギア、グランリギアですね。はボイドに、ボイド。さあスコルビウムの効果ででこの効果発揮をこのカードをコストを知らずに召喚します。バージニアから、さあ泣く泣くバージニアから忍びない行動を持つスピードが召喚されたのでコアチャージ。はい。ではこちらフラッシュタイミング、はい、アポローンのグランスキルを発揮します。フラッシュをお互いのアタックステップ、このネクサスのコア3個を覚えておく。 BP8000 以下の相手のスピードアルティメイト1体を破壊することで自分はデッキが1枚ドローなのでセフィロシープです。さあアポローンのフラッシュを使用してセフィロシープを破壊、そしてワンドロー。フラッシュはありません、こちらもありません。ライフで受けます。はい。それでは、アタックステップ終了してエンドステップに、ソディクラザの方が回復して、はい、ターン終了。はい。ではこちらのターンコアステップ、ドロステップ。では1コスト、クラウンが辰巳決まりに配置します。さあ、はい、辰巳決まり。さあこれは呪術撃をつけたいか、うん、2枚
ち3枚この中のコードが対象なのでサジットブルームのバーでコアチャージ、バーストセットいたします。2コストバージニア召喚して、好きだから結構引いてきてるんですかね。3枚とも引いてましたね。さあまずコアチャージからバージニア通召喚時効果できるから3枚送る。1枚します。2枚3枚サジタリアスドラゴン回収して、あとはデッキの下に、下します。はい、さあデッキの下に行きました。ではアタックセップに入って、アタックセップ入りました。スコルビームでアタックします。スコルビームでアタック、アタック時に、ターンに1回このスピリットを BP プラス5000し、このスピリットは回復する。さあアタック時効果で BP プラス5000して回復しました。1万6000で打点は余裕で取れてます。1万6000、フラッシュはありません。ではフラッシュタイミング、コリン、ここでコリンですね。アジタリアスコアを全部返し、系統行動も少しと4以上なのでスコルビームに降臨します。スコルビームに降臨で降臨したのでそれぞれにコアチャージ、まずはコアチャージ、チャージ。さあそして、降臨時効果、そして降臨時の効果でトラッシュにあるコアすべてを、さあトラッシュのコアがすべて帰ってきました。でフラッシュはありません。フラッシュはない。ではフラッシュタイミング、さあさらにフラッシュタイミング、緑軽減があるので緑とゴッド2コストでライジングキャンサー。さあライジングキャンサーを、相手のスピリットアルティメット1点を10披露、ここは破壊させないで10披露、はい、さあ10披露しました。さらに自分のカード名グランウォーカーランがあるとき相手のスピリットアルティメット1体10披露なんですけども、とりあえず1体で、はい、フラッシュはありません。こちらもありません。フラッシュはない。そこで防御札がなかったらこのまま決まってしまうパターンだぞ。さああるのか、フラッシュはありません。フラッシュはない。ライだけ、ではバージニアでアタック、バージニアでアタック、フラッシュはありますか。ないですよ。ないです。ライフじゃない。どういうこと。ではサジタリアスドラゴンでアタック、フラッシュはありますか。サジタリアスドラゴンアタックないです。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ新井さん、バージニアを3枚引いてましたね。いやね、本当にいい子ですねバージニア。バージニアがいてくれればやっぱこういう対行動の時に相手のネクサスの効果を受けないよう与えることができるので、やっぱバージニアちゃんかなっていう。うまい。なるほど。さあシュクリさん、はい、いやちょっとダンもね今回引いてたんですけど、そうですね、はい、今回もうグランウォーカーだらけでね、もうそっちは完璧でしたね。そうですね、めちゃめちゃグランウォーカー引いてましたけど、なかなか厳しいとこでしたねこのバトルは。シュクリ2連敗で行動を決定戦敗退。バトスピニュース、バトルスピリッツ超公認編第2章デュアルフォース、新シリーズ超公認編の第2弾が7月27日に発売予定です。おっと、さあ新たな勢力アマハラの初収録やボックス購入特典で限定スリーブが40枚も収録されるなどボリューム満点の商品となっております。さあ本日は新勢力アマハラに関するイラストをね3枚公開いたします。まずはこちら、グランウォーカースタノー。さあこのカードはですね、系統地流と系統海舟、海の首と書いて系統海舟をサポートするグランウォーカーネクサスになっており、赤青の混色デッキが作れるとのことです。フレームがね赤と青に分かれていたり、シンボルも赤としても青としても扱えるとのことなので、無理なく混色グランウォーカーデッキが楽しめそうですね。さあ続いてはこちら、はい、恐竜武神ムラクモレックスと豪快破神ヤマタハイドラの神。もう一回言って、ヤマタハイドラの神、難しいですね、はい、さあなんとですね、アマハラのグランウォーカーは全員ゴッドスピリットを2体持ってるとのことです、今後出てくるであろう他のねグランウォーカーも楽しみですね。さて効果の方はと言いますと、ムラクモレックスは相手のグランウォーカーネクサスのコアをボイドに置きながら回復するという連続アタック効果を持っており、ヤマタハイドラの神は地竜と海舟以外を破壊する、すごいですこれ、圧倒的な破壊効果が特徴となっているとのことです。今後も新たな情報を公開していきますのでどうぞお楽しみに。さあそして新作アニメバトルスピリッツサーガブレイブが6月15日土曜日より配信スタートです。
まあついにもう目前とかもうすぐですね。はい、さあ今回サーガブレイブに出演する追加キャストを発表いたします。追加キャストはギデオン役として、すいません、この私木山茂雄、そしてありがとうございます、どうもどうもありがとうございますさあそしてもう一人ターナ役森奈々子さんです。さあこれ新キャラクターということで物語にどう絡んでくるのか、どうぞお楽しみに。さらにですよ、6月14日金曜日夜のね21時30分からはサーガブレイブ配信直前番組を配信予定です。楽しみだよ、はい、こちら司会に私木山茂雄、そしてゲストに馬神弾役の小野冬香さん、監督の渡辺雅樹さん、脚本の富岡敦弘さんを迎えての特別番組となっておりますので、こちらもねぜひご覧ください。さあさらにさらにこの配信直前番組後22時よりアニメバトルスピリッツサーガブレイブ第1話の先行配信も行います。見たい、早く見れる、早く見たい、先行配信見れるんですね、もう早い、はいはい、さあ配信の詳細は公式ホームページ、公式ツイッターなどで行っておりますので、こちらご確認ください。6月14日金曜夜9時半からアニメバトルスピリッツサーガブレイブの先行配信に先駆け特別番組をお送りします。さらにですね、ゲストにはこちらの方々に来ていただきましょう。さあもうこれね、実はもう収録終わったんですよ、はい、終わった後なんですけど、ちょっとねあの感想 いかがでしたでしょうか。ちょっとね僕言い過ぎなんじゃないちょっと喋りすぎてるんじゃないかななんて不安なんですけども、喋りすぎました、ね、はい、僕はあんまり逆に喋らなくて逆に喋らない、もうねカメラって魔物だなって、そうですよね、カメラ頭真っ白なんだからねいやもう本当に、裏話いっぱい聞けると思いますので、はい、楽しみにしてください。さあということで6月14日金曜夜9時30分バトスピナイトサーガブレイブ前夜祭、ぜひお見逃しなく。次回エイジストーナメント準決勝第2試合、エイジス唯一の女性プレイヤー掛川渚初登場。でも今日めっちゃ緊張してるんですけど、今日私勝ちに来たんで負けないです。対するはキングの一番弟子エイジス6時頼朝。グランウォーカーって名を配置、もう手名を引いている、テナイヤーを召喚します、はい、テナイヤーでアタックして、はい、敵の下に2体戻したいです。好発進の掛川、果たして勝つことはできるのか。そしてついに行動王が決定、行動王の称号を手にするのはどっちだ。次回導かれし者、来週も一緒にバトスピやってくれるよな。